どうも、不動産芸人のセラッキョです。イエーイ。さあ始まりました、不動産トップ営業養成塾。改めまして塾長を務めさせていただきます。未だに芸人辞めて不動産業界戻ってくるかっていう風なスカウトをよく受けるセラッキョです。これに関してはね、不動産の営業のスキルを買ってくれている部分もあるのかもしれませんけども、それ以上にお前おもろないんちゃうかっていうニュアンスの方が強いかもしれません。芸人向いてないんちゃう、早戻っておいでよみたいなニュアンスもあるのかもしれませんが、とにかく未だにめっちゃスカウトを受けるぐらいのレベルのトップ営業だったという次第でございます。さあその上で今回が第2回になるわけでございまして、前回の第1回の動画、そちらの方では査定の基本をお話しさせていただきましたけども、その動画の中でもですね、再生回数があんまり芳しくなければこの企画シリーズ化せずに第1回だけで終わってしまうかもしれませんよみたいな話をしておりまして、今回第2回をお取りしておりますが、別に第1回がめっちゃ再生回数良かったわけではございません。普通ぐらい、正直そんな良くなかったけども、正直このシリーズ以外の動画もそんなに良くないからってなったら、このシリーズも続けてみてもいいんじゃないかなと思って第2回をお取りしている次第でございます。何よりも、この動画を見てチャンネル登録しましたとか、そういう風なものは非常に励みになります。またいいねやコメントなんかも励みになりますので、何卒そちらの方もたくさん増えていけば、これがシリーズ化どんどんされていって、セラッキョの営業テクニック、セラッキョが思っているこういう風にすれば営業うまくいくよみたいなことをたくさん伝授できるかなと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。さあ前回はですね、査定のテクニック、どっちかというと物件を売る側、貸す側のお話をしておりましたが、今回は、客付け側の話をしたいなと思っております。エンド客付けの極意ですね。そういうようなことをこの動画ではお話していければというふうに思っております。あれと、不動産業界に詳しい方、ひょっとしたらお気づきなされたかもしれません。ここに書かれている経歴を見た時に、あれ、セラッキョって住友不動産販売よね、住友不動産販売ってエンド客付け下手っぴじゃなかったっけって、もうそんなことは言わないでください。僕がもともといた会社をバカにしないでくださいね。そういう風なイメージ強いかもしれません。確かに売りは強いと、いわゆる仏元に回らしたら住友だみたいなね。でも客付けはそんなかなみたいなイメージ、確かに一時ありましたけども、そんなことありません。その当時にね、実際に僕は住友不動産販売にいたわけですけども、めちゃくちゃ客付けできました。セラッキョとにかくエンド客付けが得意でした。月末になると、そういう風な物件売るのは得意だけども客付けね、するのあんま得意じゃないみたいな先輩の、が本来担当するはずの買いのお客さんが僕のところに担当で回ってくるぐらい、ね、営業所長が、いやとにかく今月予算達成したいからセラに買いは任せといた方がいいからって言って、セラの方に買いが回ってくるぐらい、セラッキョはエンド客付け得意でした。じゃあなぜそんな得意だったのか、うまくできるのか、それを皆さんに惜しげなく伝授したいなというふうに思っておりますので、ぜひこの動画を最後までご覧いただけましたら幸いです。それでは早速行ってみましょう。 Here I go。 さあというわけで、もう早速エンド客付けの極意とは何ぞやっていう部分をもう最初にズバッと申し上げたいなというふうに思っております。実際にネット記事だったと思うんですけど、そういう風なインタビューを受けた時に、セラッキョさんと、不動産営業をどういう風にやったらうまくいくかみたいなこともお答えいただけましたら幸いですみたいなことを聞かれて、セラッキョがそこでお答えしたことっていうのが、エンド客付けっていうのは、他の物件の査定とか売り主貸主に対する関係性じゃなくって、客付けのお客さんとの関係性っていうのはワンナイトラブやと思ってくださいっていう話を答えたら全部カットされました。ネット記事においてはバッサリ行かれましたね。
めちゃくちゃ分かりやすいぴったりな表現やと思ったんですけど、ネット記事的には不適切な表現やったみたいです。ただこれは YouTube で自分のチャンネルですので、あえてこの言葉を使わせていただきますけども、エンド客付けというのはワンナイトやと僕は思ってます。これちなみに後輩とかから、セラさん客付けってどういう風にやったらいいんですか、ワンナイトの感覚で言ったらいいんよって言ったら、あ、めっちゃスッと自分の中で腑に落ちましたってよく言ってもらうんですけど、ネット記事に関してはダメやったみたい。これは難しいですね。まあそれはさておき、まあ、そんな話はさておきなんですけども、これどういうことかっていうと、実際に物件の査定して売り主貸主と媒介契約結ぶっていうのは、僕は彼氏彼女の関係やと思っていて、3ヶ月間ずっと一緒にいるわけですね。で、相手に求めることもあるし、相手から求められることに応えていく部分もあるし、みたいなこともたくさんあるわけなんですけども、エンド客付けっていうのは媒介契約は別に結ばないわけなんですね。こっちがいくら物件資料を送っても別の会社で契約する可能性もある、返信が返ってこない可能性もある、なんだったら内見当日にすっぽかされる時もたまにあるみたいな。そん時に、なんでやねん、なんで来えへんねん、なんで返信ないねんっていう風に相手に求めないことも僕は大切やと思ってるんです。そういうもんやなっていう風に思う。でも連絡だけはこっちからはマメにし続ける、これが一番大事なポイントやと僕は思ってます。なので向こうから返信があろうがなかろうが、毎週お伺いした条件をもとに、こんな新着物件出てきましたよっていう風に物件資料を送る、今週はこんなんが出てきました、どうですか、よかったら今週末内見しませんかって送る。でもし新しい物件が出てこなくても、今週は新しい物件が出てきませんでしたが、また来週以降出てきましたらすぐにお送りさせていただきますねっていう風に、毎週毎週、なんやったらもっと短いスパンでも結構です、とにかくまめに連絡し続ける、そういう風なことを続ける。じゃあどっかで花開いたらラッキーやなぐらいの感覚で捉えて、幅広く網を広げておく、これが一番エンド客付けにおいては大切だと思います。最初のうちは本当に誰が買うお客さんなのか、誰が実際に契約してくれるお客さんなのかって、なかなか分かりづらいんですけど、そういうふうなことやっていけば、あ、この人多分契約するなみたいな部分の嗅覚も磨かれていくので、まあその先入観にとらわれすぎるのも良くないんですけども、とにかくいっぱいまめに連絡し続けて、どっかの釣り竿にかかったらラッキーやなぐらいの感覚でやるのがベストやと思います。実際によくある夜の街とかで、こうクラッチバッグ持ってこうやって歩いてる、夜やのにサングラスかけてる兄ちゃんとかも、意外と LINE めっちゃまめやったりするじゃないですか。すっごい数 LINE 送ってるから、たくさんの成功体験を詰めてるみたいな、僕はあれやと思ってます。なので返信なかったからつって怒っちゃダメです。返信なかったからって言って、そこで次の連絡するのやめようとか、そんなになっちゃダメです。プンスカプンになっちゃダメ。返信なかったからって言って、また次の週も全然気にせず送る。逆に言ったら連絡し続けて嫌われてもいいんですよ。別にその人に嫌われても他山ほどいるから、それぐらいの感覚で、そこを繊細にならずにガツ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 言っちゃっていいです。相手に気使わないでいいってことです。プラスの意味でね、プラスの意味で相手に気を使わずにガツ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 言っちゃっていい。だから僕はこのエンド客付けっていうのは、例えて言うならワンナイトラブなんですっていう話をしたんですけども、確かに今思えばその時のネット記事のインタビュアーは女性の方でした。良くなかった、表現が非常に良くなかったね。良くない、うん、へーんってこう空笑いをしてました。もうね、そういうのは良くない。それはまあさておき、まあ、そんな話をしたわけじゃないんですけども、まあ、そういうふうな心持ちで臨めばいいかなと思っていて、でその上でもし余裕があればでいいんですけど、いい関係性を築ければね、
セラッキョさん毎週物件資料送ってくるやとか、なんかもうすごいすごい密に連絡してくれて、セラッキョさんに何かあったら聞こうっていう風に思ってくれるまでになるのがベストでございまして、だから例えばスーモ見てて、アットホーム見てて、ホームズ見てて、こんな風な物件あったんですけど、セラッキョさんこの物件どう思いますかみたいなことを聞いてくれるまでになるのがベストです。それ聞いてもらって、あ、この物件はこうこうこうでってメリットデメリット教えてあげて、その上で自分が間に入れそうやったら入ればいいんで、そういう風な感じでやるのがいいのかなという風に思っております。ちょっと時間が長くなってしまったので、とりあえず今日は基本だけということで、心持ちとしてはこういう風に臨んでいただけたらいいかなと思っております。以上でーす。はい、というわけでございまして、あんまり長くなっちゃうとね、授業みたいな感じになっちゃうので良くないなと思ってまして、なのでちょっと尺が収まりきらなかったので、次回以降はもう一個噛み砕いて、じゃあエンド客付けでこういう風な言い回しした方がいいやとか、こういう風に事前にジャブ打っといた方がいいよみたいな具体的なことも次回以降にお話していこうと思いますので、ぜひチャンネル登録を何卒よろしくお願いいたします。もう本当にセラッキョのあのネット記事のインタビューのくだらないくだりがなければ多分この尺で収まってたんですけど、ちょっと雑談が過ぎましたね、ごめんなさい。でもそういう風な塾長がいてもいいんじゃないのかなと思っておりますので、そういう風な部分も加味して、ぜひチャンネル登録、またいいね、コメントお待ちしておりますので、何卒今後ともよろしくお願いいたします。というわけで、不動産トップ営業養成塾第2回でございました。それでは皆さん、チンタイじゃなくて、バイバーイ。